この道の彼方には何があるんだろう。この道をどこまでも行ってみたい。道が尽きるまで、道が尽きても。その人は少年時代の憧れを生涯持ち続けた人でした。北海道という名を今に残した人でした。松坂が生んだ郷土の偉人松浦武四郎のさまざまな姿をご紹介する松坂歴史探訪。山本さん、今回の内容は何でしょうか。はい、今回はですね、武四郎が骨董品を集めることに熱中していく姿をご紹介したいと思います。はい、それでは行きましょう。山上さん、はい、武四郎はですね、子どもの頃から骨董品などを集めることが好きでしたよね。そうですね、いろいろなものを買い集めて、その支払いを実家に頼むなんてこともありましたもんね。そうですね、ただそのきっかけというのは、15歳の頃に元織宣長が愛した鈴、その鈴の絵を見せてもらったことにあったとも言われているんですよ。じゃあ、武四郎の古いもの好きというのは元織宣長の鈴が影響しているということなんですか。はい、わあ、なんか意外なところで2人の共通点があってびっくりですね。はい、その後にですね、はい、武四郎はさまざまなものを集めていくことになるわけなんですけども、その一つが石集めだったんですよ。武四郎が実家に宛てた手紙、ここには最近珍しい石を集めることを何よりも楽しみにしていて、すでに全国各地の石を数百個も持っている。珍しい石があったらぜひ送ってくださいとあり、石集めに夢中になっていたことがわかります。武四郎が集めた珍しい石の中で大切に伝えられてきたものが、雪月化石。雪、月、花にそれぞれ見立てられたこの石は武四郎のお気に入りでした。これが雪ですね。そうなんです、雪が積もっているように見える、はい、そんな形ですね。白いところがね、はい、そして真ん中が月ですね。はい、ガラス質の黒曜石という石の中に不純物が丸く入っているんですね。それを月に見立てたわけです。はい、そしてこちらが花ですね。はい、何かこう花びらのような形をしたくぼみができていますね。これを花に見立てている。はい、なるほどね。このようにですね、武四郎は3つの石を、集めて、さらにですね、はい、木でできた台座をですね、手作りで作ってるんですね。そうなんですか。ですからこれをちゃんと置く形にですね、作って、でそして床の間などに飾って眺めては楽しんでいたんじゃないかと思われるんです。じゃあ武四郎は一つのことに熱中するともうどんどんこうハマっていくタイプだったのかもしれないですね。そうなんです。他には何か集めていたものっていうのはあるんですか。はい、武四郎は石の他にもですね、日本や中国の古いお金、つまり古銭を集めることにも熱中していたんですね。で、武四郎実家に宛てた手紙の中には、古銭コレクター、収集家の番付表があったんですけども、自分が上位に名前が載っていることを喜んでいたり、またですね、自分が持っていないコイン、古銭があると、それをですね、実家の方で探してほしいというふうに一覧表を書いて送ったりしているんですね。じゃあそういったものにも興味を持って武四郎は収集していたんですね。そうなんです。ただ武四郎は一生懸命古銭を集めるんですけども、今度その古銭がですね、大体集まってしまいますと、日本のお金の歴史を知る上でとても貴重なものだからということで、全て朝廷の方へと献上してしまったようなんです。せっかく集めたものを献上しちゃったんですか。そうなんです。ただ、武四郎それだけにとどまらずですね、外国のお金も集めていまして、その、お金を1枚ずつ拓本を取って表裏を貼り付けてですね、さらにその通貨の呼び方、さらにはですね、各国の通貨の一覧表まで作って貿易をするときに便利なようにということで、それをまとめて本を作ってですね、で、知り合いたちに配っていたようなんですよ。もうそこまで行くと趣味の域を超えてますね。はい、ところで山上さん、はい、武四郎はですね、画号、つまりです、絵や書を書くときにペンネームのようなものを使っているんですけども、それが何かあるのご存知ですか。
何ですか？実は武四郎たくさんの画号を持っているんですけども、例えばですね、北海道という名前をつける前から使っていた画号には北海道人というものがありました。で、政府の開拓使で、辞職をした後ですね、武四郎が使うある画号があるんですよ。それがですね、こちらの絵の中に残されているんですよ。はい、落款と呼ばれる、署名の下にハンコがあるんですけども、そのハンコの文字をよく見てください。わかりますか？右上に馬という文字が見えますけど、あとちょっとわからないですね。はい、これ馬という字の下に角度の角、はい、それから左上に斉藤さんの斉、そしてハンコの印の字が来て馬角斎の印と読むんです。馬角斎、何か意味あるんですか？はい、今でもですね、アホ臭いっていうような言葉使いますけども、はい、それと同じような意味なんですよ。じゃあやってらんないっていうような気持ちが込められてるんですかね。そうなんです。前回ですね、武四郎が開拓判官という政府の役職を辞職したお話しましたけども、はい、武四郎当時の政治状況にですね、皮肉をたっぷりと込めてこの画号を使っているんですね。武四郎ユーモアありますね。そうですね、賄賂が横行している政治、そうした政治をですね、やっぱり不満に思っていた武四郎はやってらんねえという気持ちをですね、この画号に込めて使ったんでしょうね。こちらの武四郎の肖像をよく見てください。はい、首からですね、何かこうぶら下げてるんですけども、なんだかわかりますか？数珠ではなく、なんかネックレスのようなものですかね。うん、そうですね、これですね、はい、細長い管玉や丸い勾玉など、うん、古代の人々がアクセサリーとして使っていた玉製品をですね、武四郎は集めて、それをですね、つなぎ合わせて作った、まさに武四郎オリジナルのネックレスなんですね。あ、そうなんですね。こうやって武四郎勾玉を集めていたので、アメリカの学者にモースという人がいるんですけども、うん、その人の日記の中には、松浦武四郎は日本で有数の勾玉コレクターであるというように記されているんです。へー、武四郎の収集は海外の学者も注目するほど価値があったんですね。うん、そうなんですね。明治10年、武四郎は自分で集めた古いものを当時活躍していた画家たちに丁寧な模写を依頼し、図録初雲余興を出版しました。版木も一流の彫り師が手掛けたほか、武四郎自らの考察も加えられていて、武四郎の物への情熱が感じられます。この頃はまだ考古学は学問として成立をしていなかったんですね。しかし武四郎はすでに考古学者の先駆けのようなことを行っていたんです。やっぱりただの収集家じゃないですよね。一生懸命集めたものを多くの人に紹介して、そして社会に貢献していく、武四郎ならではですね。そうですね。明治15年、武四郎は初雲余興2集を出版します。後書きには、あれやこれやと際限なく物を集めることはとても見苦しいものだ、今あるもので満足し節度をわきまえることが本当の風流の心であるというようなことが記されていて、武四郎の収集に対する考え方が現れています。他にもですね、武四郎は、私がただ単にですね、古いものを集めているわけではないんだと、自分が亡くなった後にですね、大切にお寺や神社などで文化財が保護される時が来たならば、物はちゃんとですね、元のところへ戻すようにというようなことも子孫に向けて記していたりもするんですよ。じゃあ武四郎はただ集めるだけじゃなくって、歴史あるものとか文化財はきちんと後世に伝えて、はい、大切に守ってほしい、保存してほしい、そういう気持ちも持っていたんですね。そうなんですね。山本さん、いよいよ次回最終回ですね。はい、どんなお話が伺えるんでしょうか。はい、最終回は、天神信仰や大台ヶ原登山、そして畳一条の書斎を作るなど、武四郎の盛りだくさんな晩年の活動の姿をご紹介したいと思います。それでは皆さん、最終回もお楽しみに。その人は少年時代の憧れを生涯持ち続けた人でした。
松浦武四郎。武四郎が行く。